純真学院中学校、高等学校、純真学院中学校、高等学校、純真学院中学校、高等学校は、兵庫県姫路市本町に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校、カトリック男子修道会である、純真会を母体とする、高等学校においては生徒を募集しない、 ミッションスクールの完全中高一貫校である。1954年、昭和29年、ベルギー発祥のカトリック宣教会、純真会による学校法人純真学院の設立及び中学校設置が認可される。1957年、高等学校設置認可。1960年、新中学1年より3クラス都市、6カ年を、 JMS の三段階に分ける制度となる。1964年、当時のベルギー国王、ボードワン一世夫妻の来航の境に良くす。純真とは、聖母、マリアの汚れなき心を意味する。モットーは、同心同意。自分だけでなく、他者へ思いやり、意を一つにして、真理を探求することを、教育姿勢としている。自由な幸風の下で、 自ら意思を持ち、自立できる、よう、少人数で必要最上限の拘束としている。生徒と教員の距離が近く家庭的な雰囲気づくりを、している。大学進学を大切にしたカリキュラムを実施し、国公立、私立大学進学に力を注いでいる。2014年度より、ベリタス、東大、京大、医学部進学、カリタス、 南韓国公立大進学の2校生を死した。校舎周辺には、すぐ西に姫路城が望まれ、ほとんどの生徒は校舎西側から通学するため、6年間で何千回となく白鷺の天守閣を仰ぐことになる。校歌にも歌われている。他にも県名女子学院と隣接し、姫路市立美術館が資金にあるなど、文京地区に立地すると言える。 姫路城周辺の建築規制で建物の高さを3階以下に抑えなければならないため、校舎は規模の割には横に長い構造をしている。旧校舎との兼ね合いもあり、2006年春高の新校舎設計までには相当な苦労があったといい、段階的に建設が進められたという。歴史と伝統を大切にし、見えないものに心を向けるという教育の実践は、創立から、 現在も変わらず受け継がれている。2014年に創立60周年を迎えた。校舎は創立50周年の記念事業として全面的に新築にて改修し2006年7月に竣工した。優れたデザインにより同年度に第7回姫路市都市景観賞を受賞している。通称南館。バリアフリーを考えエレベーターが設置されたのが 最大の特徴である。旧校舎は床が見陰石でできていたが、これもコスト面と安全面の問題から採用は見送られた。黒い床と焦げ茶色のロッカーでとても暗い廊下になっている。照明をつけなければ昼までも夜のように暗い。2017年4月により明るい照明が設置された。教室の扉に病院の個室のようなものが使われたが、 わずかな衝撃だけでも外れる事故が多発したため、若干の改造がなされている。壁材には小石を敷き詰めたような独特のものが採用されたため、少し擦っただけで怪我をしてしまう。2015年に普通教室の壁面の下部に木材が設置された。キリスト教の学校らしく、各教室にはキリスト像が廊下の至るところに、 マリアのプレートが飾られているのも特徴である。また、教室の天井は、だ状の突起が大量に付けられている、独特なデザインになっている。通称、北建て。教室胸のすぐ北に建てられている。2005年9月に使用開始した。基本的なインテリアは、教室胸に準じるが、窓枠のデザインなど、一部に変更点が見られる。内部設備は、 二期工事での解体分を引き継いでいるほか、文化系クラブの部室もここに集約されている。一階頭部は宗教関係の授業が行われる宗教室をはじめとして宗教色の濃い部分になっている。宗教関係の行事に使われる制度は学校ではなく教会の管轄になっている。新庄館と読む教室棟の西に建てられている二階建て構造の 建物で土地の関係で歪んだ形状をしている。2005年9月に2階南半分が、2006年9月に残りの部分が使用開始された。教室棟とは渡り、廊下で繋がっている。敷地の最も西に立っている。新校舎建設に抵職しないこと、資金的に建て替えが困難だったことから、旧校舎時代から引き続き使われている。 ただし一気工事での校舎解体途中にアスベスト問題が取り沙汰されたために2005年春頃に使用の有無の判定を専門家に依頼し同時に使用の可能性がある箇所をビニールでカバーして応急処置とていた。翌年2月に使用されていたことが確定したので同月中旬に本格的な撤去作業が行われ該当箇所はクリーム色の鉄板で封印された。 続いて、同年6月にリフレッシュ工事を受け、内外が他の建物に合わせたベージュと茶の塗り分けに変更され、新城館からの渡り、廊下が設置された。2014年12月頃から翌年5月頃まで大規模修理のため使用不可となっていた。この大規模修理で耐震化、外装、内装の塗り直し、外の通路の改修などが行われた。この間、 正門は工事関係の車が出入りするため生徒の出入りは不可となった。ただし、2014年度の卒業式を行う時点で内装の工事はほぼ完了していたため通常通り実施された。県名女子学院との境界近くにある屋外運動部系の部室、倉庫、技術室の集合体、休校者時代からの引き継ぎでまとめてクラブハウスと呼ばれている。 建物としては2階建てのアパートのような建物と3階建てのプレハブ風の建物が併設されている。現在、他の校舎と繋がっていない唯一の建物である。体育館の大規模修理と合わせて建て替えが実施された。以下は学校法人準進学院が運営する学校等である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。